はい、フリーライターに使われて過ごせる暇です。NHKVSN 国立花隆氏今日も NHK が受け取らなければ会長宅に行く。いたずらで勝手に契約されて請求書がということでやっていきたいと思います。えっ、ー、とですね、まあ、あの、自宅の方に夜中にいたということで話題になっている件ですけれども、えー、その件について、えー、立花さんが話されていました。で、えー、司法主の海王さんと一緒に委員長を持って行ったら拒否された。これは NHK ですね。NHK に持って行ったら拒否されたと。 で会社が付したら代表宅に持っていくと、えー、法律で決まってると。だから行ったんだというふうに主張されていました。ちょっとこの法律について調べてないので何度も言えないんですけども、立花さんが言っているという感じですね。ちょっとここは調べてないです。申し訳ないです。えーとまあうんまあ、そうなんでしょうぐらいな感じですかね。で、えーと、今日も行くということで、今日も行くんだと。 いう話をされていました。NHK に行くと。受け取らないなら会長とかに行くと。で、別件であると。いうことで、えどういう件なのかというと、NHK から住んでない場所、もう住んでない場所への請求書と、えー、昭和42年8月15日の申し、の、に設置した。設置したですね。 で、それはいたずらなので契約しないようなことを NHK から受け取っていると。でも、まあ、これはともかくとして、こっち、住んでない場所の請求されてるのは、本人確認もせずに契約を結んだのかと、おかしいだろうと。いうことを言いに行くんだという話をされていました。こっちもひどいですよね。昭和42年8月15日って、立花さん生まれた日らしいんですよ。その日に設置したっていう申し込み書って、わけあるかいっていう。 そんんなもんね生まれた日に子供がって生まれたばっかりの赤ちゃんがテレビ設置すんのかっていうね、ちょっと、ちょっとあの <laughs>、まあ、それであの判断して拒否したんでしょうけど、いたずらだと判断されたんでしょうけれどもね <laughs>、まあ、ちょっと、本人の確認せずに申し込まれたのがね、問題になるっていうことは結構、 最近あるみたいですけれども、最近というか前からあるのかなあるみたいですけれども、ちょっとこの辺はちゃんと本人確認してほしいですよね。うん、だって、やろうと思ったら何でもできるってことじゃないですかね。それこそ僕がですね、もうあの、YouTuber のいろんな人のところにね、あの、住所知ってるからって言って、NHK の契約をバンバンやりまくったら、その人全員のところに請求書が行くってことでしょ、まあんなことしないですけど、しないけど、これちょっと異常だよねって。本人じゃない人が契約できたらダメだよねっていう。 話なわけですよ。うん。と思います。ね。やったら大変なことですよね。僕が捕まるっていうのはもちろんのこと。NHK だってそんなのでね、あの、聖騎を発行しまくったら、ね、あちこちでトラブルになってアホですよねっていう話なので、うんうん、ちょっとこれは考えてほしいよねっていうふうに思ってます。まあ、あの、会長宅にね、行くこと自身は、そのね、これ言われてる、それが法律で決まってるのであれば、別に、まあ仕方がないのかもしれないけれども、 まああの夜中に、ね、ピンポン押したりとか、まあ、そんなあの押した会社は実はそんなに多いわけじゃないんだという風に言われてましたけども、夜中に行くのもどうなんだろうと、昼間じゃだめなのっていう、昼間じゃだとね、会長いないっていうのもあるのであれば、まああのね、10時とかじゃない時間でもいいんじゃないのというふうには思ってしまいますけれどもね、うん、あのこれね、言うと多分ね、NHK の集金にはやってるじゃないかっていう風に言うと思うんですけども、別に。 NHK の集金人って NHK の委託会社の社員であって、会長あんま関係なくないですかっていう話だと思うんですね。うん。まあね、今回一回きりっていうのであれば、まああの、会見ではね、夜中に行ったりとかするときは入れるだけでピンポン押したりはしないみたいなことを言われていたので、まあ,あの今回一回だけだってあればまああの、体験してくださいっていうところで、まあなしじゃないのかもしれないけれども、まああの、よろしかないよねっていう <laughs>。それ 一般的に支持されますかって言われるとまあ,あの支持者の人は盛り上がるんでしょうけども一般的には多分ちょっと NHK かわいそうじゃねえっていう風になってしまう方も多いんちゃうかなっていう風に思いますまあ、ね、もちろんね被害に遭われた方とかであればざまあ見ろとよくやってくれたって思うのは当然なんですけれどもまあ当たり前のことというか別にね思ってその思ったことに関して批判するとかそういうつもりないですけれどもまあねあのー やったらやり返せってなってしまうと、何、殺されたら殺し返すのみたいになっちゃうし、まあ、あの、よろしくないよねっていう <laughs>、うん。その、ね。っていうふうに思います。はい。ね、あの、法治国家なので、やったらやり返すは、その、なんだろう、法律に則ってやってくださいねっていうことになってしまうのでね。うん。まあ、夜中に来られたから夜中に行ったんだっていうのも、ちょっとどうなのかなっていうふうに。 そこは思いますね。うん。まあ、あのー、なんだろう。もっと他にやり方あったんちゃうんっていう。うん。ふうに思っています。はい。ということでですね。まあ、あのーまあね、N 国の支持者の方からすると、その、この言い方をするとね、いや、何言ってんだよって思われるかもしれないけれども、まあ、ちょっとその、なんだろう。政党としてやっているので、あのー、支持者じゃない。うん。 ちょっと待ってこれ NKH になってる。NHK ですね。<laughs> NKH って何やねんって別の会社になっちゃいますね。あるかどうか分かんないけど。<laughs> まああの何、ー、だろう何言ってるんだよって思われるかもしれないけれども正当なので、あのー、普通の人というかその支持者じゃない人とか NHK 問題関係ない人 が、どういう風に見るかっていうのは、ある程度見とかないと、後であの投票という形で、あの逆襲を受ける可能性があるわけですね。要は支持率が下がるというか、投票率投票、その nhk100 マウって書いてくれる方が減るという可能性を見ておかないと。あの2%を切り替えないという。ことが起こってしまう可能性があるのでちょっとね。その辺は、うん、見てやってほしいよね。っていう風うに思います。 まああのー、ね、うん。そんな感じかな。うん。なんだろう。本来であれば、その中から止める人が出てもいいと思うんですけども、なんか皆さんね、あの、おおむね賛同というか、うん。感じに見えるので、うん。なんだろう。同じ穴の無事に見られますよっていう。まあなんだろう。 相手が相手だからそれでいいんだっていうのであればまあねそれはあの自己責任の話範ちの話になってくると思うのでそれを国民がどういう判断するのかと要は指示が落ちるのかそれともよくやったってなるのかよくなったとはあんまりならないと思うんですけどそのんだろうもちろんねさっきから言ってる通り NHK から国民のことを支持していて NHK が嫌いな人っていうのはいいんですけれども NHK のことは嫌いなんだけれども N 国は支持できないっていう人も中にはいるわけでその辺の層っていうのがさらに離れていくもしくは NHK 嫌いで N 国を支持してたんだけどちょっとこういう行動ばっかりあるんだったらちょっとなって思ってしまう人が出てしまうとまあ投票という形で反撃を受けますよっていうところはね思いますはいうん 知名度が出る前だったら全然いいと思うんですけどもまあよがないかもしれんけども、まああのね、知名度を上げるという意味でやるのであれば、まあ、まあ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 ねっていう風に思われる部分もあると思うんですけどもちょっとお聞きくしますね。あるのかもしれないけれどももうこれ以上知名度って必要ですかっていう局面に来ていると思うのであの前にも立花さん言ってたと思うんですけどもその何だろう真面目にやってる姿っていうかねその のの見せてていいいいいく方が本来はははよろしいのではないでしででなょううかというふうに僕は思っていま,すまあ、今後ね、N 国、立花さんがどういうふうに動いていくのかっていうのはね、これまたね、注目していきたいと思います。なんか今日も N 国祭り、2日前も N 国祭りみたいになっちゃったんですけども、今日も N 国祭りみたいになってしまってますけどね。うん。まあ、えっと、この後もう一個だけ、N 国に関する動画を上げて、うんえー、一応終わりの予定と。ただ、この、またあの、 この件について立花さんが何か動いたらね、もしかしたら何かするかもしれない。この件もしか森友学園が何か動きがあればするかもしれないけれども、まあ、なんだろう。ただただ批判するだけっていうかね、そんなこと言っちゃだめでしょみたいな動画を上げる気はないので、何も起こらなければ、いただけとかであればね、まあ、特に動画にする気はないんですけど、うん。まあ、特にね、なんかあの、ピンポン練習とかじゃなくて、ただ投函して帰ってきたとかだったらね、あの、僕的には、まあ、 どうでもいいいんじゃないっていうふうに思うのでね。うん。とは思います。はい。まあんだろう。まあ、ピンポン連打しても多分やらないかな。何だろう、うん。何をしたらやるっていうと、とんでもないことですよね。そのんだろう。まあいや、もちろんやらないと思いますよ。やらないと思いますけれども、例えばね、あの石にあの手紙を含り付けて投げ込んだとかね。そういうあの、ことをやられた場合はね、また動画を撮るかもしれないですけどね。さすがにせんやろっていうね。 なんかね、これね、あのー、過去に、あのー、そういうことをされた方がいて、一回あのお話聞いたことがあるんですけども、ちょっと脱線して申し訳ないんですけども、あのー、ひどいよねって、手紙、ポスト入れときゃええやんって、わざわざ石つけて投げ込む必要ないやろっていう、あの時石じゃなくてペットボトル、水はいたペットボトルだったかもしれないですけど、なんか,なんか、ね、つけて、要は重いもの、物が壊れるような重いものをつけて投げて、ガラスが割れたのやったかな、なんかっていう話を聞いたことがあって。 <laughs> おい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 って思ったことがあるので、そういうことだけはね、絶対にやめてくださいっていう感じなんですけども、まあ、あの、違法なんでね <laughs>、まあ、あの、お名前につきかねない話なんでね、まあ、しないとは思いますけども、まあ、そういうね、あの、話題性のあることをされてしまった場合、もしかしたら取るかもしれないですけども <laughs>、さすがにせんやろ <laughs> せ。せん、せん、せんやろ。うん、という感じですね。はい。ということでですね、まあ、あの、うん。 ああもちろん今言ったあ、ね、の、その投げ込んだ話は N 国全く関係ない話ですからね。別の件で僕はちょっと話を聞いたことがある話だけなので、えー、そこは誤解なきをお願いします。はい。ということでですね、えー、よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーライターのいつからって過ごせる日まででした。あ、こちらですね、あの、言い忘れてました。えー、取材に基づくものではなく、立花さんの動画をもとに作ら、えー、せていただきました。はい、以上です。